ということで挨拶もなく動画を回してるんですけども、今回は今動画を見てる皆さんに、お伝えしたいことがあって動画を回してます。昔からずっと支えになってたっていうか、いつも当たり前の存在だったんですね。なんですけど、今回皆さんにあるお知らせがあってこの動画を撮ってます。それは僕の iPhone が割れました。はい、というわけで YouTuber 重大発表とつけたタイトル、そんな重大じゃないよ。心配してた、今どうしたの。ああもう本当に解散とかみんな思ったけど、ね、なんか思ったけどね。でもね、大体 YouTuber がタイトルに重大発表ってつけたやつあんま重大だよね。ない、いや本当あるあるなんですよ。本当に本当にこんな割れたのはもう秘宝までもいかん。こんな暗く話さないでしょ。タイトルもね、多分すごいのつけてるんでしょうけど、あのよくありきたりの引きのね、黒い あーこれじゃない、これ壊れちゃってるんですけど、これこれ結構えぐいぐらい壊れてるよ。だって確かにすごいもん。しかもこれね、何がすごいかっていうと音すぎてバイブレーションがよく分かんないもん。すごいよこれも。いきますよ。キツツキ住んでる、中に何か住んでる。俺前見たのがなんかね、重大発表って書いてあるの気になるじゃん。何かなと思って重大発表とか見てみたら、ペットの名前決まりましたっていうのが。正直正直ごめんごめんだけど、そうなんですよ。重大発表ってね、俺もう見たらさ、しょうもないことで、俺もう重大発表を見なくなってきてる。あ、わかるわかる、もうわかる。その気持ちで、そう、あと解散しますとかいう動画を見て、俺もうそのタイトルを見て内容すべて入ってきて、で見たらもう思いく通りやん。もう思った通り通りやん。重大発表、重大じゃないよそれ。だからもう重大発表は重大発表にしましょう。ありがとうございました。重大発表、重大発表、そうだね。なんだったらいい？俺たちさ、重大発表ってあんまり使わないじゃん。うん、なんだったらいい？俺だってメジャーデビューしました、重大かって思ったもんね。うん、メジャーデビューってすごいんだよ。アーティストだってみんなが憧れる重大な出来事なんだけど、だ、ね、なんかね、俺たち変わんないと思ってたじゃん。重大かって、重大じゃないよ。俺らさ、他の YouTuber さんは重大発表みたいにしてたんだけど、俺らはちょろっと言った言葉があるんだよ。ファンフェス、そう、俺らはファンフェスで、あ、でもさ、あれか、重大発表タイトルつけてたけど俺。いや、だってこれでつけてたらもう、いやでも重大じゃない？ファンフェスは重大だよ。最後まで見てくれてありがとう。いや俺らも知ってたんか。でも重大なんてその人の気持ちによって変わることだし、ペットに名前つけるなんて重大だよ。これでスカイピースは重大発表が使えなくなりました。次回のスカイピースはみんな、明後日はバレンタインデーだ。この歌を聴いてからチョコを渡してくれ。そんじゃまたすばらしく、ペイ。